今日はイチゴのミルクレープを作っていくぞ。俺の先行、クリスタルアバターを燃え盛る大地、ドラゴンエッガー3体を場に出し、砂糖を融合、さらにクリスタルアバターを加え、小麦粉を天よりの宝札、ミノタウルスを召喚し、激流層を発動、そして黄金室にカードを収める。だがターンジャンプにより黄金室の封印は解かれた。スクラップオイルゾーンを発動し、燃え盛る大地、このコンボで神を降臨させるぜ。イデオラーの抑止流スフィアモード、そして増殖のカードでラーは無限に増え続けるぜ。それは読んでいたぞ。ナチュルストロベリーをサウザンドナイフし、月光のミノタウルスを召喚、砂糖を加え超融合を発動、これにより装備魔法白のベールを発動、ラーの力は無力化される。だが俺の場には他のラーが残っているぜ。ならばナチュルストロベリーとのコンボでラーを無力化。だが俺の場にはさらにラーが残っているぜ。ならば白のベールで無効化。これは無限ループだが、無限などまやかしに過ぎん。神が立ち塞がるなら神をなぎ倒していけ。わかったぜ、神の攻略法が。ナチュルストロベリーを地獄の暴走召喚、そしてサウザンドナイフすることでこのカードを発動するぜ。断層地帯だが、ラーを増殖したことで貴様らは神の裁きを受ける。マリック、ミルクレープはサウザンドクレープという意味のフランス語だ。俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。